皆さんこんにちは、いちきです。ちょっと色が黒すぎるやばい。いよいよ、2023年グレートアマゾンフィッシングラリーが来週、今日が7月9日なので12日に日本を飛び立つんですけど、いよいよもう3日後に出発が迫っているというところでね、まあもうそろそろパッキングを、まあ、いよいよ始めなきゃいけないなと思いまして、まあ、せっかくだったらこのタイミングで Amazon に持っていく全タックルを紹介しようかなと思います。まあもうこの時点でね、どの選手に見られても何の影響もないので何から行こうかな。グレアマで狙う魚種が7魚種いるんですよ。おそらくメインのターゲットになってくるのがピーコックバス、アロアナ、まあ、あとはナマズ系ですね。巨大ナマズ系、ここ今絵に書いてあるんですけどピライーバっていうね、巨大ナマズ。バス釣りする人だったら分かってくれると思うんですけど、ブラックバス釣るのに何種類もの竿があるわけじゃないですか。ピーコックバス一つにとってもね、ミノーだったりトップだったりジャークベイトとか、まあ、こういろんなルアーを多分使ってピーコックバスを釣っていくっていうことになるので、やっぱりそれなりにタックルの本数も必要だし、強さもラインの太さもリールのギア比だったりとか、まあ、いろいろ必要になってくると思ったんですね。でどんな状況にも対応できるようにって考えたら、ものすごい量になってしまいました。もうこれ以上はないっていうぐらい今回竿を用意しました。13本。やばい。まあまずワンピースロッドがまず持っていくのが厳しいので、まあ2ピースないし3ピースの、ロッドがほとんどです。これですね、はい、ポイズングロリアス。これ新しいモデルですね。グロリアスの、168の MLLM ローモジュラスって言って、こう、まあ、巻物に特化した、ロットになるんですね。でリールが、こちらメタニウム、新しいメタニウムです。100スプール深溝なので、 P、まあ、太めの P がそもそも必要になってくるので、全部ベイト P セッティングなんですよ。なので今2号 P の2号を巻いて、でリーダーは一応ナイロンを今巻いてるつけてるんだけど、もし巻き物をするならフロロに変えるし、まあそれは現地でね魚をかけてみないと本当にわからないので、まあとりあえずは今20ポンドかな、まあ多分弱いと思います。で次がまあ最もメインタックルになると思います。それがこれもグロリアス、ポイズングロリアスの 168MLM、 これもローモジュラスのモデルです。はい。でこれもリールがメタニウム、これも今 P25 のセッティングです。はい。まあおそらくこれが一番のメインロッドになるんじゃないかなと思ってます。一番こうなんだろう、バーサタイルな感じ、巻物をクランクもいけるし、小型もトップもいけるし、汎用性が一番高いかなって、あと自分的に一番硬さがちょうどよかった。はい。次が、まあ、同じシリーズでいくと、はい、これもグロリアスの 168MHLM です。まあ、これはなんだろう、大きめのこうシンキングのバイブレーションだったり、大きいクランクとか、まあ、巻物のローモジュラスなんで、これも巻物の、ロットなので、まあ、そういうのを投げるときに買おうかなと思ってます。でリールがこれがアンタレス DCMD モンスタードライブですね、に今 P の3号を巻いてます。モンスター、この DCMD がさ、めちゃくちゃ使いやすくて、わからなくならないようにここにマスキングテープに MH グロリアスって、もうバラすとさ本当に私分からなくなるから、全部に書いとかないと、メモしとかないと分からない。だからこの動画今撮ってるのも自分が見返すための動画。次が、同じグロリアスシリーズでいくと、スピニングですね。
ラグロリアスの273ML プラスです。これは ML プラスに、バンキッシュの C3000MHG ハイギアので、今 PE が1号巻いてるんだけど 1.5 号に変えようかな、2号でもいいかなっていうので今ちょっと迷ってるところです。うん、まあこれは小さいブレードジグだったり、こう円筒が必要な場所、小型の魚を狙う技用のロットです。ナマズをね釣るときに、試合が5日間あるんですけど3日目だけ餌釣り OK なんですよ。でその餌になる魚をまずその日に釣らないといけないので、それをねピーコックバスとかになってくると思うんですけど、まあ手っ取り早く小さいルアーで釣るときにこういうスピニングでこうかっ飛ばせるようなセッティングのタックルが必要なんじゃないかなと思ってこれも準備しました。以上でグロリアスシリーズは終了ですね。これは、もうビッグベイト用ですね。まあビッグベイトをこう使う場面もね多分出てくるし、やっぱりこうアマゾンのイメージはこう大きいルアーで大きい魚をみたいな、現実はそうじゃないのは分かってるんですけど、やっぱりね大きいルアーで釣りたいんですよ。これもね新しく出たやつですよね、ディスラプションビッグベイト C6.0 の XX2X のモデルです。でリールがこれもアンタルス DCMD、 はい、で今 P が4号を巻いてます。でこのロッドエンドがねこうすごくちょうどいい、私にとってはすごいちょうどいい長さで投げやすいし、うーん疲れない、エイトトラップもしやすい、まあとにかくパワーがあるタックルじゃないと口にかからないので、まあこれはちょっと安心の一本っていうところで、このねディスラプションは持っていこうかなと思います。はい、じゃあ次もねまあディスラプションの強いバージョンですね、 2X のもう一個上 4X ビッグベイト C78-4X。 まあワンチャンこれで私はまあピララーラぐらいだったら取れるんじゃないかなって思うんですよ。リールがカルカッタコンクエスト MD のロングハンドルです、 LH。 ピララーラをね本当にこれぐらいのタックルセッティングで釣ってる動画はあったんですよ。で今 P が5号に一応リーダー60ポンド組んでるけど、まあもうちょっと太くてもいいかなっていう感じはしてます。次がですね、これは、私がグレー山に出るっていうのをが決まったのが2年経つんですよ。本当はそのグレー山の大会って去年あるっていう話だったんですけど、まあコロナだったんで開催できず1年ね遅くなって、今年やっと開催されるっていうことだったになったんで、決まったのがね去年一昨年ね、私が釣りしてたら急にまたさんから電話がかかってきて、アマゾン行くかと、行きますって2秒で私のアマゾン行きは決まったんですけど、でそれをまあ話したんですね、私アマゾン行くことになったんですって話したら、まあ、いつも私がICK カップとかで、ロゴ入りのねロットを景品として出してるんですけど、まあそこの、まあ、ジーニアスの青木さんが、ロットをね専用に作ってくれたんですよ、なんと私の身長体格でパワー、それに合わせたガイドだったり全部専用設計で作っていただいてありがとうございます。でもちろんねそれも持っていきます。でそれがねまずこちらですね、これは68の MH で、ここにグレート、あー反転してる、ここにちょっとごめんなさい反転してて、インカメだから反転してるんですか、
ドット ICK のロゴとここにグレートアマゾンっていうロゴが入ってます。でリールが、これもメタニウムに、P35、はい、まあ、68だからさっきのグロリアスと、まあ、ほとんど、まあ、てか長さは一緒なんだけど、よりまあ私のイメージとしてはこっちの方がシンキングのルアーに向いてるんじゃないかなっていう感じはある。まあ竿が無事に、自分の手元に、ブラジルに着いた時に自分の手元に全てこう揃った状態でちゃんと届くか、まあ、まずそもそもそこの問題なんですよ。平気で折れてたりするらしいんで。でこれもさっきのグロリアスの68の M、一番メインになるって言ったロットに続いて、これもメインになると思います。それが、64の MH です。短いんですね。なので大きめのトップ、さっきの M では投げられないトップで、プラス速い動作が必要なルアー、アマゾンペンシルって結構こうチャッ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 チャって結構細かい、トゥイチだったりロックオークだったり細かくて速い操作が必要になってくるっていうのをあるし、私が持ってくるアもそうだし、なんせ私の身長からしてこの64っていうレングスがめっちゃフィットするんですよ。めちゃくちゃ使いやすいんですよ私。これは多分私めちゃくちゃ現地で使うだろうなと思います。次が最後ですね。最後ですね。これはもう、前回のアマゾンの動画を見て絶対に必要だなって思ったロットです。それがこれがね、6点の MH の、スピニングですね。はい、前回スピンガバチョでアロワナを畑さんがボコボコに釣ってる映像がね、前回の試合ですよ、グレアマがあって、そのやっぱり遠くからアロワナを見つけて、そこに狙ってスピンガバチョ、小さいカエル系のルアーを投げて、でその点で落ちたところの点で操作するっていうのはやっぱりこうベイトタックルじゃ無理なので、でアロワナってやっぱりパワーもあるし顎も強いし、結構しっかりフッキングしないと刺さらない、すぐバレちゃうから、これぐらいの強いスピニングは絶対にいるなって。で飛距離が必要なんで、まあ68が長さ的にはベストってさっき言ったんですけど、まあ飛距離が必要なんで6点の MH にしていただきました。リールは今、これもバンキッシュの C3000、 これが XG です。で今 P1.55 巻いてるんですけど25にしようかと思ってます。はい、それでまだまだ終わんないっすよまだ終わんないからね。続きまして餌釣りのステージがあるんです。3日目にピライバー、ピララーラ、これは、ルアーではなかなか釣れない魚なの でその餌釣りに使うタックルがまあごついやばい、マグロ GT のキャスティングロッドが必要ですというところで、これも用意しました。オシアのオシアプラッカー、オシアプラッカーリミテッド 83H ですね。はい、これを用意しました。私の今後の釣り人生には必要だと思って準備いたしましたスピニングでいくと、これも青木さんに、チニアスの青木さんに専用で作っていただいた GT 用の
ティマグロ用のスピニングです。めちゃくちゃ強いんですよ。で 711XXXH、 はい、なんでめちゃくちゃ強いですでリールがなんとステラ2万PG、 ステラの2万 PG がついております。あ、ちなみにこれは今8号巻いてます。これで餌釣りをやると、はい、でこれ単体だと結構軽いんですよ。ガイドがね本当に意味わかんないぐらいでかくて、でこれも、一応3ピースにはなるので、まあ、持ち運びにはすごく便利という感じですね。ちなみに餌釣りって、竿を何本出してもいいんですよ、レギュレーション的に。ただ餌を置いて 200m ぐらい船でバッて離れるらしいんですよ。で、まあ、仮にその上を別の船が通っちゃったら全部ライン持っていかれるらしいんですよ。で、まあ、そういうトラブルもあると。せっかくこんだけ P 巻いても全部船に取られちゃったらもうその時点でもうほぼほぼ釣りができなくなるの確定しちゃうんです。でピライーバピラララの得点がめちゃくちゃ高いんですよ。し絶対に釣りたいからもうそこはまずもう1本だけ持ってっても心もとなすぎるので、はい、なので今回4本持ってきますピライーバって100キロでかいやつだと超えてくるので、まあ、仮に竿が折れたりとかいろんな多分トラブルがある。でそもそもこう片方が折れて届いたりしたらもうそれだけで試合できなくなっちゃうので、どっちがメインとかはないんですけど、まあ、一応どっちも使えるっていう風にしておかないとちょっと安心ができないので、次がこれですねトローリングロッドです。カジキ用の、まあ、カジキとかまあいろいろ、まあでもカジキなのかな。もうこのね P を巻くだけでもはあはあ言ってめちゃくちゃ重たいし、まあただこれこれ用のあのハーネスとかも買ったんで、まあこれだったらさすがに折れることもないだろうし糸も切られないだろうけど、まあ、やっぱトラブルっていうのはね不安になってくるんで、まあ、まずこれが1本目ですね。リールがタリカの20です。はい。で P15 を大体 400m ぐらい今巻いてます。これでカジキ釣れるんだからピラニーバいけるでしょ。でそれが、もう一個やばいよね普通に考えてさこれもねお借りしたやつですね。でリールがこっちがタリカの25ですね。だからこっちの方が糸巻き量が多いです。でここにハーネス来て、ここにカチャンカチャンっていうなんかフックをかけて、もうここに支えのあれが来て、こうやってもう絶対に行くなら体ごとの竿だけバーっていうのはもう絶対にしたくないので、ちゃんとハーネスができるようにハーネスも準備しました。はい、ということでね、まあとにかくね、もうすぐ、グレアマの試合が始まるということで、まあ準備はしつつもどこか実感がなくて、なんかこうふわっとしてたところもあったんですけど、まあこうやって竿を揃えるとすごく、あ、私本当にアマゾンに戦いに行くんだなっていう、なんかすごい不思議な気持ちです。でこれね、イベントでみんなに来ていただいた皆さんにいっぱいメッセージをね書いていただいて、私はこれ日本から持って行って常にね
こうやってみんなからのメッセージを見て奮い立たせて頑張ろうかなっていう。なんせ5日間あるのでメンタル的にも体力的にも相当きついと思うんですよ。だから私はこれは栄養剤だと思って持っていくので、まあ、もちろんねこれに書いて、ない人もちろんたくさんの方に応援していただいてるのでちゃんと、声は届いております。頑張ろうって思います。はい。ということでねちょっとね長々と喋ってしまいましたが Amazon トップ取れるように世界一になれるように頑張ってきますんで、結果とかはね多分すぐっていうかそのリアルタイムで出てくると思うので見ていただければなと思います。私もこの大会自体はまあ勝ちたいっていう気持ちはもちろんありますけどそれよりもやっぱりこうアマゾンっていう行ったことのない大自然の中でやるこのフィッシングゲームを楽しむのが一番大事かなと思ってるんで楽しんで無事に帰ってくるそれがまあ第一の目標なんでもちろんその中でもトップ目指して頑張りますけど、まあ、あんま喋ってるとね自分が本当に何言ってるか途中で分かんなくなってくるんでこの辺で終わりにしときます。はい、ということで、最後まで見ていただいてありがとうございました。グレアマ頑張ります。おいじゃのー。